こちらは峰町地区の閑静な住宅街。峰町地区といえば駅前には賑やかな商店街があり、六号用水や天祖神社など歴史スポットとしてもおなじみの場所。そんな峰町地区のわが町自慢を紹介してくれるのは、多摩川で釣りをするのが趣味というこちらの中島さん。それでは早速わが町自慢を紹介してください。はい、峰町地区わが町の自慢はこの桜坂です。旧中原街道の切り通しだったこの坂は、かつて沼辺の大坂と呼ばれ、勾配がきついことで知られていました。坂の両側には茶屋があり、旅人や荷車の往来でにぎわった沼辺の大坂。大正時代、坂の両側に桜の木が植えられたことで桜坂と呼ばれるようになったそうです。この坂の魅力はですね、なんといっても旧中原街道に沿ってですね、咲いている桜の花です。まあ、近隣の方がですね、大勢花の咲く頃は桜を見に行きます。本当に全国有名になりまして、全国各地から来るようになりました。いいところというのは、なんといっても涼しいことですね。桜の花が咲いて近所がですね、とってもこう涼しく感じるということ。それから大変なのは、坂から上がってくるときにですね、みんな汗をかいて、大変だということ。秋にはですね、いっぱいの葉っぱが落ちるんでね、その掃除をするのが大変です。上り下りは大変ですが、坂のある風景はなんとなく趣のあるもの。そんな素敵な坂道が町の至る所にある峰町地区。とそこへもう一人の案内人が、運動が大好き、趣味はマラソンという清水さんです。私がおすすめする坂道はこの小糸坂です。小糸坂、なんだか変わった名前ですね。小糸坂、なんか珍しい面白い名前ですよね。小井戸と明井戸、井戸が2つあったってことで、その関係でオスの井戸で、小井戸坂って昔なんか言ってたみたいで、ちょっとこの辺がね、なんか小井戸があって、坂の下の方に明井戸があったらしいです。オスの井戸なんで小井戸坂で、いつの間にかそれ言いにくいんで小井戸坂になったんじゃないかなって言われてます。今でこそ住宅街を通る何の変哲もない普通の坂道ですが、高地整理でまっすぐな坂に整備されるまでは、竹やぶの中を通る急な曲がりくねった坂道だったという小糸坂。ちなみにこの峰町地区が発行している地域情報誌の名前は、その名も坂道。地元の皆さんにとって坂道はとても身近な存在なんですね。峰町地区のわが町自慢いかがでしたか。坂のある素敵な風景を見に、皆さんも遊びに来てください。